コメント読みます。テキトさんかっこいい。ありがとう。テキトチャンネル、いいよ。テキトです。さあ今回ね、また面白そうなマップを見つけたんで遊んでいこうと思います。前も言ったかもしんないけど、最近のゼペットのマップめちゃくちゃクオリティ高いんですよ。で今回やっていくマップはこちら、じゃん、キャットホリック。やばい、撮影してる時間見えちゃう。そう、前にスライムパーティーっていうゲームやったの皆さん覚えてますか？まあ、これと多分ね似た感じなのかな。でも運営さんが作ったマップではなさそうなんで、ちょっととりあえず遊んでいきましょうか。これサムネイルめっちゃ可愛くない？ほらこの猫ちゃん、この猫ちゃん可愛いなと思ったらいいね、グッドボタンよろしくお願いします。でこの可愛い猫ちゃんが言ってました、なんで押してください。じゃあ早速遊びますか。これもなんかマルチプレイみたいなできるのかな。ちょっとでかいでかいでかい、よいしょ、来た。シーズン1ってことはシーズン2、シーズン1ってことはシーズン2もあるのかな。お、始まった。え、かわいい、羽生えてる、何その杖めっちゃ攻撃力高そう。え、なんて、なんかすげえ英語で喋ってる。プリーズセレクトランゲージ、あ、言語を選んでくださいって言ってるね。イングリッシュ、これジャパニーズあるかな、コリアン、韓国語、あ、日本語ある。用意されてるのは英語と、韓国語、日本語、インドネシア語だね。じゃあジャパニーズ、日本語でいきましょうか。 BGM とかもついてるみたいだね。ちょっと聞いてみよう。今ねヘッドホンつけてないんですよ。ヘッドホンつけます。あ、いい、かわいい音楽流れとる。じゃあこれでいきましょうか。はい、あ、日本語で喋ってる、エンジェル猫、なんだそれ。やあ羊、じゃあ早い、読むの流れるの早い、読む前に読ま、あ、ちょっと早い早い早い、私が案内する。ちょっと待って、読めなかったからもう一回入っていいごめん、ちょっと流れるの早かった。次はアフレコしますね。いやちょっとあの猫喋んの早いな、ゆっくり喋ってほしいですよね。皆さんの周りにも早口すぎて聞き取れない人いませんか？あー、始まっちゃってるチュートリアル終わっちゃった、何これ。え、あ、でも敵とかいますね。お、コインゲットした。ん、エンジェル猫、ゴールドを集めよう。あ、まずコインを集めろって言ってるね。なるほど、じゃあコイン集めますか。あ、すごい、ジャンプジャンプ力めっちゃ高い。ボインボイン、これ世界記録でしょ。よし飛ん でコインを20枚集めたら多分なんか猫がもらえるのかな。はい、コイン3コイン、3コインずつって中途半端だな。5コインずつくれ、あと5枚だね。さあ、はい、20枚集めました。お、エンジェル猫来るか、ヤッホーうまい、はい、ご褒美だよ、コインプラス80、やった80コイン、なんだあいつご褒美、お小遣いくれて帰ってったんだけどなんだ、なんなのあの猫。ん、次はドアを開けて外に出よう、だってドアを開けて、あ、ここか、扉でかすぎない俺が住んでるにしては扉でかすぎるよな。ルフィじゃないと開かねえよこのドア。お、開いた。え、どういうドアこれ、え、俺死んでる天国なんだけど。近くにボラのお店があるよ、ボラから猫を引き取ろう。なるほど、なんかペットを飼える場所があるみたいですね。じゃあボラに話しかけましょうか。ボラね、下唇を噛んでリピートアフターミー、ボラ。あ、これから、あ、女の人だ。 Hello、 めっちゃ英語。いや、はじめまして、私はボラ、猫を選びに来たので、スナックバーえ、俺スナックバーなんて機能あるの、ゼペットにいいんですかそういうの。え、引き取る。おい、ちょっと待って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 、今倫理的に良くないの出てるぞ倫理的に良くないの出てるな。これボックス、これ段ボールに閉じ込められてんでしょ猫が。しかもレア度によって分けられてるって、これ良くなくない？これ炎上するぜ、ツイッターとかにツイートしたら。じゃあまずは通常のボックス、多分この7000コインってやつがめちゃくちゃいいボックスなんだろうな。猫ちゃんが多分金ピカの猫ちゃんとか丸尾とかモフコが出てくるんじゃないかな。じゃあ通常ボックス開けていこうか、普通のボックス、ありがとう。お、ボラちゃんが欲しいな僕ボラちゃんはレジェンドボックスしかもらえないかな。さあ戻る、グッバイグッバイあ、見て、かわいい、見て、持ってる、ボックス持ってる。じゃあ開封しましょうか。さあ、ガチャ開封動画となります。さあ開けますよ。これどうやって開けるんだろう。あ、自分の部屋に戻ろうだって。どれどれ俺の部屋、なんか全部天国の扉みたいになってて、どれが俺の部屋なんだこれ。これかちょっとわかんないっすね。あ、これじゃないわ。ちょっと待って、俺の家どれ俺の家どれか教えて、まず。あ、なんか俺のアイコン、俺のアイコン出てる、何これ。テキトアットプラ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 になってる。これが俺の家か、かわいい扉、何これ。じゃあ早く帰りますか。お、帰ってきた。これで箱を開けよう。あ、あった、開けます、来た。
さあどんな、あ、かわいい、どうなる、え、かわいい、よろおい、喜びってな概念、概念が生まれたぞ。猫は生まれ変われるの待ってるよ、もうすぐお願いがあるからよく見ててね、バイバイあいつ何なんだ、すぐ消えやがって。え、猫のお願いを聞いてあげよう。え、このゲームめっちゃおもろいぞ。じゃあ喜び、願い聞いてあげようか。どうやって願い聞くの。あ、え、かわいい、めっちゃ、え、めっちゃかわいいんだけど、これズームできないの、これ写真撮りたい。あ、できる、めっちゃいい、これ、これサムネイルに使えるやん。じゃあちょっとこれサムネイル用に撮ろう。はい、チーズ、パチャ、はい、え、かわいい、セーブ、よし、保存しました。ん、猫のお願いを聞、ね、猫のお願いってどうやって聞いてあげるのこれ喜び喜び、名前変えたい、あ、餌食べたいだって、猫はお腹が空いているみたい、なるほど。え、どうやって餌あげるのこれ、お店に行くのかな、お店に行ってご飯買うとか。でもお金ないんだよね。わ、すげえ、見て、めっちゃわかりやすいトイレめっちゃわかりやすいトイレある。こんなうんちマーク書かなくてもわかるよ、猫バカじゃないんだから。じゃあちょっと外出て、ちょっとお腹空いてるみたいなんで、じゃあご飯を買いに行ってあげましょうか。ご飯、ご飯、ご飯、ご飯。え、このゲームちょっとさ、なんか人気、高評価数が、まあ、1000いったら続け出そうかな。皆さんグッドボタンよろしくお願いいたします。じゃあここかな、はい、スナックバーって、これあれじゃない、あ、スナックバーがお菓子屋さんか。じゃあキャットフード300、高っ。え、待って、魚のご褒美もクソ高いんだけど、え、買えない、ごめん、貧乏、貧乏すぎる俺、お金が11円しかない、マジか。じゃあお金貯めて喜びにご飯あげなきゃいけないんだ、マジかよ。お金ないことある、ちょっとあの神様みたいな、神様みたいな猫ちゃん、ちょっとお金くれ。じゃあこれ集め、じゃあちょっとお金集めてきますね。お、40コイン貯まった、よし、これでお腹空いてるみたいなんであげよう。待って、喜び、もうお腹、なんかお腹すきすぎて死んじゃわないこれどんどんゲージ下がってってんだけど、これ死なないかな。早くボラちゃん、あ、ボラさんのとこ行かないと、 あった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 、よいしょ、ボラさん、ボラさん急いで、至急、あ、スナックでご褒美、うん、これ買います。そして、はいはいはい、戻って、バイバイ、よし、バイバイ、もういいよ、バイ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 、うるさいボラうるさい、ちょっと黙ってなさい。よし、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう、喜びが死んじゃう、喜びが死ぬ前に行かないと。はい、喜び、ごめんな、ご飯、ご飯あげるね。はい、あ、あげた、あお、あおおい、まだお腹空いてそうなんだけど、全然俺お金貯まってないよ。え、これで猫のお願いを聞いてあげようクエスト、あ、クリアできないんだ、もっとご飯あげろってこと、マジかよ。さあ150コイン貯まったんで、これで多分良さげな餌とか、まあ喜びちゃんをね、満腹にさせることができるんじゃないか。はいはい、スナックバー、うんふんうんふんってなんやねん。チュル、チュル買ってみようか。チュルか1個買ってあげて、よし、これでちょっと餌あげてみましょうか。全然買えなかったわこのゲームお金に厳しすぎない？全然お金たまんないんだけど。さあ喜びちゃん、ご飯あげますからね。ほら、猫の大好きなチュル、ほい、お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 、どう？いや、お前また払い、お前どんだけ食うんだよ、喜び、喜び足りただろう。あとどんぐらいやればいいの。さあさすがにもう一個チュール買ったらクエストクリアできるやろ。さあこれで、うん、グッバイグッバイ。もうボラちゃん散々お世話になるんだろうな、これから。さあ買ってきましたぜ。え、喜びちゃん、喜びちゃんどこ、あ、いたいたいた、びっくりした、死んだかと思った死んだかと思った、ごめんな、ボラちゃん、ボラちゃんじゃねえや、チュルちゃん、チュルちゃんじゃねえ、喜びか。お、これマックスになったっぽい。ちょっとね、今画面見えない、ほら今見えるようにしたんだけど、ほらマックスになったんで、これでクエストクリアしたんじゃないか。さあ戻ってみよう。えっ、お前まだご飯足んないの。ボラさん、ペット買いに来たよ。はい、よし、引き取ろう。で、うん、まだ普通のボックスでいいでしょ、普通の猫ちゃん買いましょう。ありがとう。さあこれで、うん、持ってるかな、来た、よし、これ楽しみだこれさ、猫のサイズ感で考えたらもうキツキツにキツキツに入ってないか。あ、なんかキラキラ光ってる、これレアアイテムじゃね、レアな気がする、これ光ってるぞ。さあ開けます、プレゼント開封。さあどんな猫ちゃん生まれるか、来い、喜び以外、喜び以外来い。おい、喜びじゃねえこれ、何これ、え、喜び喜びだ、
また喜び2体目出ちゃった。さあこれでコインが何枚になったかな。さあ1回取るにつれて7コイン。やっぱり2コインずつ増えるって感じかな。じゃあ次はちょっともう少しレアな段ボール買いましょうか。やっぱね、100コインのばっか買っててもつまんないと思うんでね。やっと400コイン貯まったやっと貯まったよ。もう見て、喜び2匹とももうお腹ペコペコです。でももうほっときます。さあ珍しいボックス買いましょうか。これは多分喜びではない素晴らしいペットが生まれると信じよう。バイ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 。お、見て色が違う、ピンクになってる、かわいい。これピンクのペットが生まれるとかじゃない。さあやっていきましょうか。開けますよ、開封。さあどんな子が生まれるかな。ブリッ。お、あ、なんかついてる。え、でかでかくない。もぐもぐ。こんにちは、お会いできて嬉しいです。いや違うな、こんにちはって感じだね。え、すごい、ペットフード持ってる。え、お前ペットフードくれよお前こいつら喜びたちがさ、お腹空いてるから分けてくれよ。もぐもぐ、こいつお腹空くの早そうだな。これちょっとさ持ってみたい。どう、持てるかなこれ。よしよし、おいで。かわいい、見てこれ持てるかな。うわやばい、いかつい。え、やばい、これめっちゃおもろい。え、このゲーム最高かよ。ちょっと写真撮ろう。これもサムネイルだろう。あー、コイン邪魔すぎ。もぐもぐかわいいね。さあこれでコイン上がんじゃない。10コイン。あ、ってことはこのもぐもぐはちょっとレア度高いからプラス3コインなんだ。え、いいね。いや、1枚1個10コインはマジででかい。これはコイン集めやすくなるぞ。次はちょっとクエストクリアしようか。これね、これみんなに伝わんないと思うんだけど、これ操作クソ難しいのよこれマジで難しいから、ちょっと皆さんもやってみてください。うわ、こいつもお腹す、あ、この子もぐもぐうんちしたがってる。うんち連れてける、うんち、うんちおいでうんちおいでではないな。うんちちゃん、もぐもぐちゃん、もぐもぐちゃん、ちょっとトイレに連れてってあげるからね。こっち行くんじゃない、これがクエスト。これでクエストクリアなるか。来た、30コインももらえた。少な、なにこれ。あ、エンジェル猫、お前をペットにしたいわ。お願いに応えてくれたね、猫の満足度が上がったよ。次は猫にプレゼントをあげてみましょうか。ボラにもう一度行ってみましょう。おい、ボラじゃなくてボラな、名前間違えんなよあー、うんちしてる。わ、くっさー、臭いからちょっと家出しよう。さあ次はなんかボラになんか話聞こうだって。さあボラさん、いいペットくださいよ。はい。お、贈り物、うん、猫を選びに来たのね。これプレゼント受け取ってね、キャットフード、うん、あ、キャットフードって贈り物なんだ。あ、え、お前また来たか。友達はきっと気に入るよ、戻って友達にあげようか。なるほど、まあ確かに友達にプレゼントあげるっていうのは大切ですよね。バイバイ、グッバイ。さあちょっとクエストが進みそうだね。さあこれで猫にプレゼントあげる。じゃあ誰にあげようかな。じゃあこのねこのもうなんかかわいそうになってきたわ。よし、この子にあげよう。おー、すごい、一気にマックスだ。あ、また来るか。来た来た来た、エンジェル猫。友達は嬉しそうだね、少し生まれ生まれ変わりに、え、猫を転生させてください。猫を生まれ変わらせずに一緒に過ごしてもいい。え、転生って何。ちょっと待って、ちょっと待って。転生って何？え？転生するって何これ？お世話になりました。生まれ変わる勇気が出たよ。悲しまないで、また会えるから。これ死んでるんだ。え？何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 ？エンジェル猫2体出てきた。さあ、生まれ変わる準備ができたよ。あなたはどう？猫を転生させますか？ちょっと待って。待って、俺心の準備できてないかもしんない。え？じゃあ、転生させよう。え、どうなっちゃうの？喜び。喜び、今までありがとう。え？やっぱこれってさ、猫が死んじゃった世界なんじゃない？それでお世話をして、え？なにこれ。あ、なるほど、これ、これ転生させるとコインがもらえるんだ。うわー、なるほどね。じゃあ猫を世話して転生させてどんどんお金を稼いでもっといい猫を買うんだ。何をやるか。はいはいはい。あ、もうこっから自由なのかな。あー、8コインに戻っちゃった。たくさんお世話した方がコインがたくさんもらえるってことか。あ、図鑑がある。ノーマルボックスとか、ほらほらほら、モグも、え、見て、わ、すごいいっぱいいる。これ一番高級なやつすごいよ。なんかもう猫じゃなさそうな猫じゃなさそうなキャラクターとかいる。で、100円のボックスも
まだ俺喜びしか出たことないけど、他にもいるっぽいね。じゃあ100円のボックス何個か買ってもいいかもな。図鑑埋めたいな。よし、じゃあまた珍しいボックス買いますか。いやーこれもぐもぐくん以外が出たらめっちゃ嬉しいな。皆さんどういうキャラが出てくると思いますか。これ結構面白いね。さあ開けます。もぐもぐくん以外来い来い、かわいい子来い。おいおい、またおめえかよ。さあまた買ってきましたよ、400円ボックス。さあ開けますよ。もぐもぐ以外、マジでもぐもぐ以外、図鑑埋めたいからマジで頼む。あ、何こいつ、あ、かわいい。何これ、インテリちゃん、リコーさん。え、いい子そう、この子かわいい。これめっちゃかわいい、この子。ちょっとまた写真撮ろう。やっぱ新しい子が出たらね、とりあえず写真撮影よ。オッケー。あー、この子いいね、収まりがいい、かわいい、撮れた。はい、というわけでね、ちょっと今回は、まあ、もぐもぐくんとかね、リコーさんとかいろいろ出たんで、まあ、今回この辺にしておきます。で、まあ、もしね、高評価数が1000いったら、続きね、もっと高級なペットをね、1200円とか7000円のペットとか、買っていこうかなと思ってますので、ぜひね、続き見たい方、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いしまーす。では、また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ゲロ重いです。